坂田新明宮は、滋賀県米原市下野に鎮座する神社である。元伊勢の伝承地である、坂田宮と、式内社論社である、丘神社の両宮からなる。まるに、立花、坂田宮は、古くから、坂田大神宮とも称し、大見国坂田軍の僧者として、信仰を集めた。伊勢神道五分垣である、山和姫命よきによると、天皇の命を受けて、 伊勢の大御神の鎮座地を求めた山和姫命は水人天皇八年に高架引雲宮から坂田宮に千里二年間放災したとあるが社殿にその坂田宮の跡地に命の徳を忍んで祀ったのが坂田宮の起源であるという元伊勢の伝承地であるがまた当地は伊勢神宮の送り屋であった坂田三國屋が置かれた地でもあり その起源は山和姫命が来た時に献上された、神田にあるという。岡神社は近世には、岡天皇社、若宮と称されていた。社殿によれば、公安天皇の時代に丘の魂命が降臨し、時を同じくして、千曲村に、三欠神、岩明村に、大都神が降臨。この三神を合わせて、千曲三所の神と称したといい、また、鎮座寺、丘野は、 ウかの魂という神明にちなんだものであるという。その後、縁起のせいで、大見国の勝者に列した、坂田軍、岡神社であるとされ、後に、坂田軍に交渉されたものであるという。後に、剣武の平乱で陛下にかかったために、佐々木秀綱によって再建されたものの、王仁の乱以降も、再々平戦にあったために全時交配していったが、教法18年に、時の彦根藩主、 いいなおいの集計を受けて、最高、車島も整備されて、以降、坂田新明宮と称して、彦根藩からの厚い保護を受けた。明治十四年二月一日に校車に列し、同四十一年四月二十九日に、新鮮兵白陵とも新車に指定、昭和二十年には、県車に昇格した。現在、境内の一部を分断するようにを、北陸本線が横切っていて、境内の山道には、 踏切が存在する。最寄り駅も北陸本線の坂田駅である。同様に、神社境内地に踏切があり、山道を鉄道が横切る神社には他に、などが挙げられる。例災5月1日。ありがとうございます。